え皆さんおはようございます。2018年5月の28日、えー、朝の9時です。よろしく。 お風呂入るっってらっしゃい何お風呂で俺の放送聞くの <laughs> 好きだね立派な配信者だよあ立派なリスナーだよね <laughs> 風呂場に携帯持って持ってくんだすごいな結構ね 配信が欠かかさないいらしいか配信の魅力って何なんだろうなテレビとも違うラジオとも違う一部の人を虜にするね何かがあるんだろうけど何なんだろう 最新にハマったことはないからさ。 ありがとう花火ありがとう俺の魅力魅力あるわやと久美さん。<laughs> <laughs> <laughs> 甘いやつも買ってんねん、マックブリドルおはよう、トもさん テレビとね,ねラジオとね圧倒的に違うものがあったなんか一緒にいる感情はあるインターネットの配信の魅力そこかもしんないなんか一緒に部屋の中にいる感覚あるわ ガンダムオリジン初めてアメマネ見たんだけどめちゃめちゃ面白くないガンダムガンダムファーストガンダム見るかもしれないあなんか面白そうだねなんか初めて見た回が別に大したシーンがある感じじゃなかったんだけどなんかあの狂ったバカ息子がいるな何こいつみたいな大丈夫なのみたいなちょっとガンダムハマりそうだわ 面白いファーストガンダムなんか「ガンダムザ・オリジン5」って書いてあったすげえ面白そうだったセリフ回しがすげえかっこいいのもしかしたら俺ガンダムオータンになるかもしれない 初めて見たのが鉄血のオルフェンズっていうやつだった、ね、鉄火弾より全然面白いじゃんと思った ッシュードポテトとチキンナゲットの値段が一緒なのすげえよなうんサムサムさんおはよう。 上午还有。 自分は変わってるよねゆっくりゆっくりねコーラとかも変わってるもんわかるたんまり食べると「あれこんな味だっけ?」ってなるよねすげえわかるやっぱりちょっとずつあの変えるらしいよ飽きられるからで塩分がどんどん濃くなってってるっていう噂だよねあっ タバコ忘れたあマジかようわこれていうかタバコマジかよ一気に萎えた、ー、ていうか昨日買ったはずなのにな

の、うん、んちゃんが買ってきてくれるってナゲット受験ねうんあれねだけどねあれ大人の都合だよあれして株でしょなんか爽快屋の仕事じゃないのなんかもうね俺ねテレビのニュースとかまともに見れなくなったもう普通の感覚で捉えられなくなったあれして株でしょ完全に だからね、もうニュースとか信じられないまずなんかああ裏にはこういうことがあるんだなっていう目で見ちゃうようになっちゃったねだってさ連続するんだもんまあ上級国民たちの遊びなんじゃないのこれって 昔からあったよいやもともとは中国とかを叩いてたんだよダンボール餃子とかで日本も変わんねえじゃんってなったんだよねだからんか日本のさ食品の問題とかさなんか鉄鋼業の偽装問題とか見ると悲しくなるよね 唯一の取り柄の勤勉さが 冷凍食品のソースダンボール餃子うーん大人は汚いっていうかうーん世の中が汚いまあ汚いやね汚いうん 食品偽装普通にああね出てきちゃってるよねうん産地の偽装とかね要はね仕事にプライド持たなくなってきたんだよなだんだんなでももっとね日本はやっぱさ考えないとダメだよ例えばさあのひろゆきがツイッターで話してたんだけど えーと国としての GDP のランキングいや国内総生産のランキングだと日本ってみんな知ってるけど3位なわけですよ。日本って3位なのね。でひろゆきがソース出してたんだけど個人一人一人のあの一人一人のえっ、ー、と購買力で計算すると何位ぐらいになるか知ってる ?31 位だって。 言ってるる意味わかるこ国としては3番目に強いんだけど日本って格差がないってみんな勝手に思い込んでるでしょ。日本って世界的に格差が少ない国だっていうふうに思い込んでるでしょ。今そんなことないよ全然。さ、だからな,なんだろうねこの老人に金使わせよるようになんでしないのって思わない だからさ、テレビがつまんないのもさ、サプリメントの CM とさ、保険の CM とさ、なんかねえ、これでボリュームアップみたいな CM ばっかりでしょそんな若者が見て何が面白いんだよな。いや、国が滅ぶよ、マ、ま、ジで。あの、宗教に書いてあるよ。有名な格言で。あの、現役で働いてる2 30代が、 結局困る政治っていうのは最も悪い政治だってうんいや老人はあのもう健康しかないって言われてるのヘルスケア産業って言われてるんだけど要は金をかけたいと思うものがそれしかないんだってだから保険であったりそのサプリであったり健康のことうんおはよういっちゃん いや本来はだから老人は孫に金使わないといけないんだけど少子化で無理なんだもん。っていうか今の老人がこれ本当に望んだ日本なのって本当に思わないのかねこのままだと国滅ぶよ。マジで。ていうかもうとっくに滅んでると思ってるけど俺は。 だからあれは老人介護施設の手前みたいなもんだと思ってるよパチンコ屋じゃんじゃん行ってもらった方がいいんだよ本当はかカジノとか老人にでバンバン使ってもらった方がいいんだよだ俺もそうだけどさやっぱ金使うんだら使うもんね本当は使いたいんだよ で、使わないんだったら俺らに使わせてくれよって思わない俺らが全然使うよってなんかお金を使わないのがいいことだっていうあの思い込みは絶対変えないともうやばいと思うよう資本主義の末期っていうか資本主義の限界が本当に見えるうまく食べ終わった だからさ、ビットコインとかレバレ。あ,れしかあ、ごめん、ね。ありがとう。いいよ、いいよ。うん。うん。はい。あ、いいや。うん。あのね、なんていうのかな、何の話だっけ。なんか、その。うーん。 何の話しんだっけアミ、俺はアミ久しぶりだね全然来なかったじゃんどうした 風船ありがとう。格闘技配信、あ、りがとうございます。疲れました。<laughs> 花火二つありがとう。ありがとうございます。おはよう、にゃこ、おはよう。風船ありがとう。あ、でも、まあまあ。 まあ,まあまあまあって感じだったな。まあ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 。うん、なんかね。いや、まあまあよかったんじゃないって。ペットボトルある。ペットボトルいっぱいある。あれ、台所の方にもなんか1本なかったっけサンキありがとう。 なんかまあ悪くないっつうかフォーム綺麗になってきたなっていうのと、まあ、形はいいからあとは気合い入れて体力作ってぶん殴れるかっていううんあの結局詰まるところ最終的には本能とか喧嘩とかだからそこだよな今回はだからもう。 本当に死んでもいいって思えるかどうかだと思っててドルさんにも言われたんだけどあ字受話器やってたんだそっかそっかうんなかなか来れなかったねうんいいのよやることを優先してね配信者はあの羽休めるところだからみんなが でもなんかさこう配信の一個いいところっていうのはみんなと一緒に時代を過ごすから懐かしいんだよなんか一緒に振り返られるんだよねああこんなことあったねあんなことあったね多分捨て頃とかもそうなるだろうし思い出を一緒に作ってってる感じがすげえ楽しい。 俺が言ってんだ国が滅ぶってことないよイーちゃん国が滅ぶんじゃなくて国自体は豊かなんだけどうーんだからその国内にあるその何て言うのこの格差っていうのうん俺バブルをね経験してないからね中間層が多かった頃ってどうだったんだろう幸せだったのかな ドレスさんの上の世代だからねバブル経験してるのはああいいねいやコツコツやってたら人は集まってくるよなトレンドに左右されないのじゃあいっちゃんさあの国内のこのなんて言うんだろう 資本の格差についてはどう思う思ちゃんは国が滅ぶかどうかは置いておいてこの格差っていうのはどう思ういっちゃんは。若い人たちがそのギリギリの生活してて働くことに夢を持てなくてで、えー、と子供もも産めなくて国が滅ぶと思わない。 これはあんまり良くないなぁとは思ってるけどねだから人口バランスが崩れるとやっぱ国が傾くよ労働階級の少し底上げをすればいいだけなんだけどね別にぶっ飛んだ格差がおかしいって言ってるだけでちょこっと手こ入れすりゃいいだけなんだけどなほらお金のさ 稼ぐのってさ未来将来何かあった時の不安からだけなの不安からくるだけなのねそれ以外ないんだよだからみんな蓄えるわけでしょ普通に働いて普通に使えばいいんだよ循環させればいいだけなんだよ 社会保障システムとかさあそれはね言っちゃダメだよいっちゃんそういうことはバカは首をつれっていうのはそれはね頭がよく生まれた人が言っていい言葉じゃない俺はなんで頭がよく生まれたのかっていうのを要はそれは暴力だよ 腕力が強く生まれた人は弱いやつは死んでもいいって言ってんのと一緒だからそれは強く生まれたものの定めではないと思ってるいっちゃん俺はねあそれは言ったらダメだよ天から授かったものなんだからいっちゃんがそれは誰のために使うの自分の自分のために使うのそう思わない暴力腕力戦争と同じ原理でしょ うん、と思わない俺はそう思うけど死んでいい人間なんていないと思うよ、うん。バカに生まれたくてバカに生まれたわけじゃないから。バカというよりもね愚かさは俺は憎むね。バカと愚かは違うと思ってるから。 頭が良くても愚かな人間はいるんだいっちゃんね高学歴なんだよ実は <laughs> いっちゃんね頭いいんだよ <laughs> おはよう天ちさん まあね物欲なくなるのは別に構わないことだと思ってるんだけど俺は一番問題なのは夢がなくなってる現代社会が一番やばいと思ってるね希望とか夢みたいなものを見てそこに人間のロマンがあるわけだからやりたいことがあったりとか別に物欲はなくなってもいいと思ってるの心の豊かさよ大卒大卒いっちゃん大卒だよいっちゃんは何だっけ偏差値高いところだよ かしこだよいやだってさマリオさんさ「それが悲しくないあのこんな日本に希望があるわけわらわら」っていうのが当たり前の会話になってるのが俺異常なことだと思ってるの。 そんな愛国心とかさなんか右翼みたいなこと言うわけじゃないけど諸外国の人たち外国人が普通に持ってるあ自分の国いい国だよっていう普通の感覚がすらないんだよそれってすごい悲しいことだと思わないうん花火を投げる、まあ、経済的豊かさ心の豊かかささ心のだね、うん、経済的いやそう言うとさ俺が言うとやらしいじゃねえかよ友さん 俺がいくらよ自学でよいや花火はいいぞって花火は心の豊かさだなつっ,ったってさ説得力が生まれるわけねえじゃねえかお前所詮小事だろって話なんだからお前こんなにさ優秀なさ俺様をさ配信者やらせてる日本どうかと思うぜ本当にそう思いませんこんなにこんなに優秀な男を腐らせてるんだから 狂人は頭いい人多いから年々冷めてるメディアは日本すごいばかりだけど日本なんか全然すごくないよ日本がすごかったのはちょっと昔だよもうだって外人のスレッドとかで爆笑されてるらしいよ日本の末端労働者とかボトムが一番多いの年収20万だあの月収20万だって笑われてんだよ先進国に日本やばくねみたいに言われてんだよ にちゃんみたいなので「わら」だよ「わら」っていうのを日本人が知らなくて「日本人はすごい日本人はすごい」ってやってんのも狂ってるとしか思えないでしょいや日本人すごいところもあるんだよ文化的にすごいところもあるのよだけどお前ちょっと大丈夫かよってならない俺はなって危機感持ってるけどねやばいなこの国みたいな いいところはたくさんあるいいところはたくさんあるもう三流だよマジで三流韓国のこと笑えないよだから日本がその経済とか発展してた頃とか豊かだった頃って韓国が中国だっていうのやらなかったもん、うん、ありがとう風船ありがとうわかるそれなんでかっつったら眼中になかったわけよアメリカだなんとかだっつってもうトップの国と張り合ってたわけ今韓国人を叩くとか韓国人 がどうこうことか北朝鮮がとかやってんのって結局日本のレベルが下がったからなんだよあれ要は国内のフラストレーション海外に向けてるだけなんだようん馬カありがた海外移住者も増えて機感を感じるわだから豊かな人ほど海外に逃げてるわけよ要は銀行口座持って、ね、国籍取って国籍取れない人は住所を移して ペーパーカンパニー作ってってやってるわけでしょありがとうバカありがとうカオス。幸福度が低いのよ。うん。いや俺ね、だからデモとか農民一揆みたいなのが起こらないのが不思議でしょうがないの、本当に。今日引っ越したのどこ引っ越すのうん。楽しいね。あ、まあ、もちょん楽しいんでね。リフレッシュリフレッシュ。風船ありがとう。 幸福感とねだからね俺はねでもねこれは実はまあまあブータンはねいやあのねだから沖縄とかもわりかしそうなのよ日本国内で言ったらだから物質的な豊かさと心の豊かさは比例しないんだよ経済的豊かさとあ経済は少し関連性はあると思ってるけどいやだからねみんなでね 道をね起こしたらいいリーダーになると思わない <laughs> でもあのねえっ、ー、とこの前話したえっ、ー、とちょっとじゃあやろうかてか俺の放送は一体どこに向かってるんだろうね <laughs> 俺ね毎回思うんだけどね何だろう俺は一体どこへ向かってるんだっていうね素朴な疑問と毎日戦ってるんだよねな何,何をしてるんだろうっていう まあいいやえー、っとじゃあやりますかいつものやつえー、っとこいつだ俺が今ハマってるこいつをやろうかえー、っとちょっと待ってねーこれ動画キャプチャーか最近せん和窓上明先生になってるからね窓上明先生に <laughs> 誰が求めてるんだっていう 誰も求めてないのに勝手にやりたがるから、<laughs> まあ例えばさっきも、えー、この前話した内容になるんだけど、まあ、国でも企業でも何でもそうなんだけど、レイメ お勉強お勉強っていうかまあマイ哲学を話すんだけどえっ、ー、とね創業期っていうまあ会社で例えるんだけど会社とかその政治家でも何でもいいんだけどあのこのサイクルっていうのは絶対に変わらないわけですよ。黎明期だね。黎明期創業期成長期成熟期衰退期。黎明期っていうのは、えーとね えとみんな創業ベンチャーとか聞いたことあるでしょ堀江貴文とかあの作り上げゼロから作り上げていくで実を言うとゼロを作り上げる段階があるよって黎明期っていうのがあってゼロスタートに立つまでの動きっていうのがあるのが黎明期って言うんだけどだからこれは戦後だよね戦後の焼け野原みたいなことを、まあ、政治では言ったりするんだけど、まあ、あ,れあえて経営者で例えるんだけどえっ、ー、とねこの創業期創業者ですごい人って言ったらみんな誰を思い浮かべる 創業者どんどん書いていこうかうん松下幸之助やっぱ出てくるねちなみに松下幸之助叩かれてたからねうんえー、岩崎弥太郎 いいよどんどん書いてあの政治家でもいいよ松下、まあ、まあこれくらいでいいかこの人たちが日本が良かったって言ってるさっきのどっから来るのっていうのはこの創業期の経営者が強かったでじゃあ今度成長期 成長期とか成熟期っていうのに強い経営者成熟期行ってみようか成熟期だとね強い経営者ってね藤田伝さんとかいるよね藤田伝さんの伝ってどういう図だっけ藤田伝の伝,伝ってどういう字だったっけ、うん、田中角栄とかね藤田隆ありがとう あのね実はもとこれを見ていくと求められてる役割っていうのが実はねあってくるんですよ。で実は IT it 創業期・黎明期っていうのを支えた人たちもいるんだよね。じゃあ IT を支えてきた人たちを書いてみようか。えー、と。 まあ我らがね川上さんね川上なんだっけなんかすごいなんとかっていう名前だよねえーっと川上さんとかサイバーエージェントの藤田さんとかねうんあとここに強いのはね成長期に強い経営者って この成長期成熟期に強い経営者ねまだいっぱいいるんだよファーストリテイリングの柳井さんとかね柳井さん孫正義とかねあ孫正義はちょっと違うなあのね実はねあのこれねよく見ておいてほしいんだけど孫正義 あのね、黎明期とこれね面白いんだけど黎明期と創業期って実は一緒なのここってだから黎明期創業あ違う黎明期と衰退期に求められてる能力って一緒なのね、うん、うんとね支えてない <laughs> あの勝手に解釈しないでマリオさんあの話の腰折るんだったらどっか行ってマリオさん うん、あの話は最後まで聞いてちゃんと反論しようん。サイバーエージェントの藤田さんここね。でえっ、ー、とねこれ何を表してるかっていうと例えばさ政治家とかであのーえー、と人気が出たのってさあなんだっけ大阪の橋本徹。あのね時代が黎明期に入、えー、衰退期に入ると。 新しいいいい黎明期を始めないといけなとけで要は経営っていうのは成長するまではいいわけじゃん。で衰退に入ったらやばくなるわけ要は死が訪れるわけだからここのここのラインで。でこの時にこれ以降に求められてる人ってこれ以降に求められてる人ってどんな人かわかる いやあのね結局ねそのなんか人をバカにすることにあ何があるんだろうという反論はちゃんと別に受け入れるんだけど支えてたホリエモンがっていうコメントに何にもないから頭悪すぎるでしょ。でまあ話故障ってごめんねあのあれなんだけど「あの衰退期に入っていった経営者を黎明期を迎える」ってねこれね簡単に言うと産業を壊してる人たちなの。 こういうい人たちってで産業を壊して新しいものを作り上げてる人たちなの分かるだからねこれねちょっと位置を変えた方がいいね位置が分かりづらいから。で本田宗一郎とかこの人たちっていうのは成長期成長期とかに強い人たちなのよ。 だから今求められてる人たちを見ると今どういう時代なのかがわかるっていう今ってさだからさ独裁系のパワフルでガン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 押していって昔の価値観を壊していく黎明期あのね、えー、とどんなものにも黎明期から始まって衰退期が終わるから大企業っていうのは衰退期に入る成長期の段階で新たな黎明期を作るの。 AKB48 っていうのが分かりやすいんだけど、AKB48 で説明しようか。AKB48。なんか話がバカっぽくなってきたな、急に。これ、えー、っと、秋葉原、秋葉原で活動。<laughs> えーっと、急にバカっぽくなったけど大丈夫なのかな。で、まあ、創業期っていうのは何だろうな。 うんえー、まあまあ創業期・黎明期はこの辺かこの辺で成長期・成熟期っていうのはさこう成長期はテレビなど ディアロス露出成長期えっ、ー、とアイドル以外の仕事とで衰退期もう衰退期に入っていくんだけど これさあの簡単に言うとなんだけど秋元康史って何やってるかっつったらさ昔の人は知ってるけどおにゃんこクラブのまんま焼き増しをしてるだけなのよわかるだからおにゃんこクラブも多分なんだけど俺世代じゃないんだけどこの流れを使ってるので衰退した後時代が一周回った時に秋元康史が仕掛けただけなんだよだからさあの秋元康史が CD に あのなんか会える握手券とかを配るみたいなやり方って実はねもう20年前30年前にやってるんだよねだから秋元康の成功モデルをずっと時代において12年単位でこれをずっとやってるだけなのおにゃんこでやる AKB でやる他のタレントでやるっていういやあのねいや幼稚園児に説明しろっていうのがねだからねそこなんだよね いやでもね幼稚園児でも分かれるあのね俺が好きな学者で社会学者のえっと誰だっけなえっと社会学者の人がいるんだけどえと小室直樹先生小室直樹先生はすごくてあの大学教授とかをうならせる学力を持っていながら幼稚園生でも分かるように説明をすることっていうのはかなり意識してたみたいだよ、う。ん 幼稚園児に説明できる能力がないっていうことはダメなことだっていうのがあこれは会社経営の基礎だよ。あの何にでも置けることなんだけどで、まあ、さっきは俺が言いたかったことっていうのはこれ何なのかっていうと成長期が来たら成熟期が来たら必ず衰退期っていうのは必ず来るのどんなモデルでも。でこの成長期の段階で次の黎明期に蓄えるのが普通なのよ。そのために資本を蓄えてるわけだから。 だから簡単に言うとお金を回収する時期ってここなのどんな事業もそうなんだけどみんなここを目指してやってんのお金を回収できる要はえっ、ー、とね農業で言うとこれがえっ、ー、と,の、えー、と畑を肥やすで2番が種をまくで木が実って熟すっていうのは収穫に入るのよこれって。でもやがて木は枯れるでしょ。 だから4番の段階で次の0と1と2を黎明期創業期を作ってやらないとサイクルが間に合わないでしょ。だ日本はこれをやらなかったのバブルの頃に。だから衰退期が来た時に次の黎明期が来てないから暗黒時代に入っちゃったっていう。うん。そう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 なんだよ。幼稚園生に教えるって何が大事かっていうと興味関心を持ってモチベーション 高めななながら話さいいいといけないし要は本当に重要なことは幼稚園生でも分かるはずだっていうのがそののの小室直樹先生の考え方の要は幼稚園生に説明して納得させることができるっていうことは大学教授がついてくる本質的な部分の議論に要は「そもそも論」っていうんだけどこれはねあのお弟子さんのね、えー、っと宮台真司もよく言ってる「そもそも論」。うん そそもそもこの話はそもそも何なのかっていうところはだからやっぱ子供とかに説明するのに一番いいだから政治家とかうまいんだよそもそも論とかうんそれは何でかって言ったらそのやっぱ国民の心を動かすわけだから説明がね回りくどいのはね俺のね必スじゃないんだよまあ俺の必スでもあるんだけど放送がみんながみんな別の質問をしてくるわけじゃん 自分が分かってないポイントと関心があるポイント違うからみんなに合わせると散らかるんだよね。<laughs> おにゃんこの完全なコピーのバージョンアップだよねあれは。何て読んだくななんかそういうなんだっけ PC なんだっけ PCDA サイクルだっけ PCDA サイクル。PCDA サイクル全然意味が違ったわ <laughs>。全然違うわ <laughs>。全然違うわ。これ仕事する時のやり方だわ。頭悪くなってるな <laughs>。全然違うの引用しようとしてるね。計画、行動、評価、改善っつって何の関係もないよ。 それっぽいこと言えやいいってもんじゃないからね <laughs> リスナーをバカにするなよっていうねそれっぽいこと言ってたら何とかなる世界ではない失礼いたしました本本とかやっぱその実際にその頭のいい人と会話するじゃん だから上場企業の社長さんとか話したり経営者と話してると20代の時にパッパパッパ知らない言葉がバンバン出てくるのついていけないのよもうそれが当たり前でやってるからだからその知らなかったらパソコン置いておいてカタ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 ずっとやってて要はワードにメモ書きしてるの分からない言葉をでも帰ったら猛勉強みたいなで帰ったら猛勉強で商談の時にバーってやってもう22とかだったから何言ってるか分かんないの先輩が。 バーって言ってあ,あの会話はこういう意味だったんだっていうだからそのなんかこう面白かったよ例えばホームページってさ作ったことある人だったら分かるけど俺 IT でそのホームページを作ってた 営業ととかかもずっとやっやてたからあのねホームページってサーバー代とえっ、ー、とランスターティングコストは置いといてランニングコストは1万もかかんないわけじゃんサーバー代とさえっ、ー、となんだドメイン代でしょ簡単に言うとあとは全部人件費とか人工で済むわけだから悪いにはたつ元ちゃんはたつかろみさんおかえりでしょだけどえっ、ー、と全然相場がないの面白かったすごく要は なお金のない産業には5万とか10万でやるのとといらっしゃいアイテムありがとう5万とか10万で作ってあげるのでも全く同じ構成で作っても300万払う会社があるの面白いでしょこれ面白いでしょとと風船ありがとうでそれの分析をずっとやってたの どこの業界がお金を持ってて金払いがいいか。で、やっぱうまくいってたのは美容業界だった。美容師の美容じゃないの。あの、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、なんか脂肪吸引マッサージとか、<laughs> エステとかなの。すっごい金払いいの。もうね、あの、1000万2000万する機械とかバンバン買うから、あ、300全然払うよで、いつまでできんのみたいな。 だからもう、と、特感で。しかも、その、ウェブの立ち上げの時期だったから、ホームページみんな持ってないとまずいと思ってたんだけど、要はホームページっていうのをどこに頼んでいいかわからない時代だったの。そう、マーケティングをずっとやってたの。だから俺が得意なのは、えっ、ー、と、その、マーケティングの理想、だから分析力すごいあったりするでしょ。配信会の見たり、あ、外さないじゃん。それはね、もともとそういう脳みそな俺。ずーっとやってたから。今どこが穴だな、とか。 あとね、不動産業界が良かった。その当時は。えっ、ー、と、今から何年前だろうな。要は、高単価な商品を扱うのに慣れてる人たちは、ウェブでも全然金払う。で、えっ、ー、とね、簡単に言うと、俺がずーっとやってたのは、紙媒体からウェブ媒体に移るときにどういう現象が起こるから、今この投資がいくら分の価値がありますよっていう。SEO 対策全然やってますよ。はい。SEO 対策ずっとやってたんで。 はいでもねえっ、ー、とねあの SEO サーチエンジンオプティマイティだっけオプティゼーションかなっていう考え方があったんだけどグーグルのアルゴリズムってコロコロ変わるのよで簡単に言うと今ってそのみんなが閲覧とか履歴するでしょそれに基づいてもう検索エンジンがぐちゃぐちゃに変わ書き換わってるのだからね SEO っていう概念はねちょっとなくなってきたのね でそっから先っていうのはどう拡散させるかシェアするかっていう SNS の導入から流れが変わったのねだからね今 SEO 対策っていうのはやるんだけど必ずそこがメインじゃないどうやって費用対効果を出すのかっていうのが主軸になってきてる、うん、そう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 ニッチなマーケットを探すのそう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 えー、っとね簡単に言うと Google あのね 俺だからグーグルに載ってる情報って当てにならないようにしてんだけどみんなさ検索数が多いものが上に上がると勝手に思ってない例えばみんなじゃあ、えー、と見てみようか例えばグーグルでグーグルあるじゃんグーグルで美容室って打つか美容室 で、まあホットペッパーが一番上に来ると。違う。人によって違うの。で、その時に、ちょっと待ってね。こういうものの、なんかほら、美容室ってえ、ここで F、F、ちょっと待って。F、F で、美容室と打つと。そうするとほら、美容室ってワードがこれだけ使ってて、どういうバランスでソースのコードを書いてるかとか、こういうのをずっとやるのよ。 SEO 対策の人っていうのはでこ,うやこういう仕掛けが分かってたらクソサイトでも上に上がるよっていうのがネットの面白かった時代の分かるこれそのサイトのあれなんだけどまあこれだけじゃないんだよえっ、ー、とねちょっと待ってねえっ、ー、と Google で何やるんだっけ 例えばそのページのスピードであったりとか要は何秒以内に表示されるようにするとかねいろんな Google の評価 Google が何点ですよっていうサイトの評価点数っていうのが昔はあったのそれで要は Google の言う通りに作ると簡単に言うと上がるっていう仕組みだと簡単に言うとうんと普通一般人の感覚って お客様ががいいいと思っっててるるものが上位に来るっていう考え方でしょ違う要は SEO 対策であったりとかサイトの作り方を分かってる会社っていうのが「あサイト作ってたね,ね,あのねスピードテストとかやったりさあの中のワードがいくつですよ」って教えてくれるソフトがあるのよ。だからそういうのにガン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 仕掛けていく。 で簡単に言うとだから上位に来る情報っていうのは情報あの検索エンジンコンピューターがこのサイトいいですよって判断してるかどうかだけのだ,だから簡単に言うと Google と Yahoo! に受けるかどうかだけの昔はね今は全然違うよ みんな閲覧順に並んでると思ってるからね、うん、要はいっぱい多くの人が見てるからこれいい情報なんだもちろんそういう点数の評価の付け方もあるんだけど簡単に言うとドメインってあるじゃんなんとかドットコムってあれが何年使われてるか何ヶ月目なのかとかも結構重要なのよだからあれ10年使ってるドメインとかって高く売れたりすんの知らないでしょみんな 新しくドメイン作る場合は不利になるとかさ少しね内部点数が評価が下がるとかいろ,いろんな理屈で動いてるんだけどうんそう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 だからグーグルに書いてあることなん要はネットに書いてあることなんか当てにならないよっていう例えばあのレビュー屋さんもいるし SNS ができてから今度何が若者たちの間でビジネスで流行ったかっていうと 要は点数を上げたいわけじゃんグーグル星何個とかアマゾン何個とかやってるわけじゃんあれを代行しますよってで全部星5で書くと要はコンピューターで弾かれちゃいますからって何欲しいですかって4.5欲しいですか4.3ですかって4.3だったらいくら3つける1か月以内に成果出しますよってだってさ星4ついてるのと星1のさやつだったらさみんな星4のところ買うわけでしょ Amazon でだからそういうもう金払う業者があるそうそう,そう口コミサイトとかもだから当てにならないうんリンクの信用度はもっと初期そのもっと手前の段階要はあのねヤフーが検索が一番最初だったんだけどリンクサイトだったの非リンクとか言ってたりするんだけど裏あるあるあるもうだからネットなんかもうそんなんばっかりだよだから基本的にはだから だからねあのね意外とね星低いところとか行ってうまかったりする店とかあんのよ。<laughs> でもねどん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 それがないようにないように Google は仕掛けていってる昔はあったんだけどそれがもう穴をつけなくて本当にいいものが広まるように変わってきてはいるの。だから不正ができないようにどんどんなってる例えばみんなの検索履歴に基づいて広告を貼るとかそういう動きだから。 だから、例えば面白いんだけど、この中で年齢みんなバラバラでしょ俺が、えっ、ー、と、YouTube 見ると流れてくる CM って、結婚しませんかとかの、ブライダルリング作りませんかみたいな YouTube の広告流れるの。だけど、年齢層高い人だったら、50代、60代とかだったら、やっぱりその、もっと健康、サプリメントとかのやつが流れるだろうし、例えばボクシング最近検索しまくってるから、あの、フィットネス系の動画の広告が流れる。 だから実はね同じ YouTube を見ててもここにいる全員ねあの見てる広告違うはず、うん、あのね一番いいのは文章を読むのが一番いいな、うんでかっていうとやらせで書いてるか要は店員さんのすごく対応が良かったですとかは誰でも書けるの店員さんの態度すごく悪かったですとかもすぐ書けるの。要はこれね面白いんだけど あのね悪徳ウェブ屋さんだと要はノウハウを持ってるわけじゃんわざと評価を下げて営業に行くの自分の会社で星を1個にしたりとか2個とかを増やして最近困ってませんかって困ってますてなんか知んないけど評価が低いんですって自分たちでやってんだよそれ隠して電話かけてであげますよっていううんそういう悪徳業者もあるぐらいの <laughs> えぐいでしょ 要は簡単に言うと、今の、あのー、儲けてる悪いことやってるやつだって、芸能人とかの悪い評判、政治家の悪い評判書くのよ。で、金持ってるじゃん、芸能人とか、プロダクションとか。この、トップに来てる情報を消したくないですかっていう業者もいるの。簡単に消せるから。要は、Google から外すっていう技がある上位から。レビューは、文章はだからリアリティがあるか。要はね、本当のファンが書いてる情、要はね、ひろゆきが言ったことはこれ。 インターネットを使う人は嘘を嘘だと見抜けない人は使えないってひろゆきはもう最初から言ってんのこれ要はこの人が書いてんの業者なのか桜なのか本当のファンなのかっていうのを見定める能力が必要なのインターネットっていうのそう典型定型文は要はカタ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 やってんのは現場のバイトくんたちだからもうルーテンプレをもうコピペコピペで貼るから要はね味気ない文章になるのそうじゃなくて感情がこもってるかどうかなの 普通の感情、ファンならファン、怒ってる人、クレーマー、怒ってる人はね、本当に書くから、長文になりやすいの。 だから、ふわっちっていうサイトはすごく伸びるよって、初期の頃説明してたのが、サイトのイメージ、ここのサイトのエンジあの、なんつうの、デザインを作ってる人がすごく優秀で、これ、ツイキャスをベースに作ってるの、まず。で、最初はね、ここ見ると分かるけど、フーワッチっていうサイトだったの。だから、ドメイン見るとさ、えー、https p フーワッチ tv になってるでしょ。ちなみに、ドット tv っていうのは、つばるの、あれなのね、ドット jp とかと一緒なの。 <laughs> テレビじゃなないの TV っって知らなかったでしょこれつばルっていう国のドメインなのまあ俺もあの TV 使ってたから分かるんだけどまあそれは置いといて「フーウォッチ」を「フワッチ」っていうのに変えてオレンジのサイトに統一してかわいいキャラクターを用いてすごいねあのうまいの,あのどこに何があるかっていうのをシンプルに分かりやすく作ってる綺麗だよここのサイトの作り方はそう いあのー、日本の企業がウェブなんで負けたのかってミクシーとフェイスブックあのヤフーとグーグルを比べなさいっていうのはよく勉強会で言われてたねで論より証拠なんでやってみましょうかグーグルってこ,これトップページなのみんな見てるでしょ今度ヤフー見てみようか これがまさにこれが日本が作るサイドミクシーミクシーもこんな感じだったでしょグーグルはこんな感じなのこれが要はフェイスブックとミクシーの違いだとかツイッターと何々の違いだ要はね機能を明確にここにだけもう集中させるのでプルタブやって初めて他の機能こんだけありますよってでこんだけグーグルに機能あるの知らないんだよみんな すっごい全部便利だよここチェックした方がいいよこんなにあるんだよグーグルってニコ生とだから YouTube の違いだよねニコ生と YouTube だからアベマはうまいって言ったのそこなのよアベマは本当にいいよアベマは最高ほらシンプルでしょ要は何かっていうと文字情報で説明をするの日本人のサイトって こうやって文字で全部説明しようっつうの新聞と同じ作りなのよだから情報量が多すぎるのだけどアメリカのサイトっていうのは幼稚園児でも海外の人でも言語が理解できない人でも非言語化っていう動きなんだけどこれって非言語化って覚えておいてもうずっとトレンドになってること非言語化って何なのかっていうとえっ、ー、と顔文字のことこうグッドボタンとかバッドボタンニコーとかこれって何かっていうと 絵を見ただけで言語を超えてる。新しい言語だって言われててえーとね。携帯電話のアイコンとかもそうなんだけど、あの簡単に言うとね。えっ、ー、とこの絵はこの絵はこういう機能だっていう擦り込みをずっとやんのこれ。これね、このアイコンを見たらこれが起動するっていうのを脳に直結させる。新しいやり方あ。これはメールとか。これはあビデオの何かなんだなとか。 これが今トレンドだね文字情報がどん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 減っていく日本人はこれができてないこういうやつこれ見たらもう YouTube だって日本中の人が分かるでしょ非言語化だこういう時にねやっとデザインのデザイナーとかがやっと活かせるようになってきたんだよね YouTubeKids っていうのがあるんだ YouTube と YouTubeTV っていうのがある y o u t u b e g a m i n g はゲーム専用の YouTube だねはいはいまた来てください GoogleWi-Fi 結構ねベータ版で面白いこといっぱいあるんだよな、ね、俺のオススメは Google フォトねこれめちゃめちゃすごいええ絵による楽譜ね面白いよね でこいつこいつがすごいんだよこいつら Google ホームこれ音声データの集積をやってんの今これ今つ最も最先端のやつ大企業がさ Amazon エコーとか Google ホームとかこれバンバンやってるでしょこれなんで企業があのこれ使ってください使ってくださいってやってるかっていうとこれね実は Google グラスの失敗から生かされてるんだけど音声データをビッグデータで集めてんの彼らは。 でなんでこれが財産に変わるのかっていうと結局指で操作するのがなくなるからこういうグラスをつけて OKGoogle、OK えー、何々駅まで道順ってやったらウィーンつってこうやって見える Google フォト便利だよねそうそうトイレのマークなんかまさにそうだよね だねまさに Google グラスっていうのはもう一回出る出るって言って AppleWatch と同じ時期に開発をずっとやってたんだけどもうやめちゃったのまだ早すぎたって言って多分ねスマホに変わるのは Google グラスだと思うよもうあのテストやめちゃったのね俺がいつも言ってるスマホを超える新しいそのデバイスって呼んでるやつ マウントヘッド型のこういう新しいパソコンの概念ね。これ。簡単に言うと視覚情報にレイヤー構造化して情報が映るっていうこと。早すぎた。要は筋肉の動きで操作しさせようとしてたのよ。だからそれじゃダメだっつって音声データの集積を今やってるな。これなんでいいかっていうとさ、あの、指使わなくていいんだよ。手が開くんだよ。で結局視覚情報と音声情報だから、 俺はねここにイヤホンがつくと思ってんの要はヘッドホンイヤホンみたいなマウント要はエヴァンゲリオンのさあのゼーレキール議長みたいなやつになると思うあと車は最先端だねだけどね車もね危ないと思うんだよなあの軍事転用できるからいやこれはすごい俺も絶対人生変わると思ってたよまあこういうイメージだねこういうイメージ スカウターだよそうそうそう簡単に言ったらスカウターそうそうそうただスカウターこれねテスター10万円ぐらいで売ってたんだよね欲しかったよなでもあの10年後はそうなると思うよこう VR をつけてカメラをつけてヘッドホンつけて 街中こううやっってて歩くっていうそれがデザインがいろいろあって眼鏡型なのかこうガチャってつけるタイプなのかっていういろんなタイプの要はあの頭につけるヘルメットのパソコンでやってやつだねまあまあ10年ぐらいじゃないのスマートフォンあと10年は持つと思うよ。 いや結局これができるようになると何ができるようになるかっていうと現実世界成形する必要がなくなるいやアバターで生活できるの面白いでしょ要はサムネイルみたいに顔を 3D グラフィックで他人に見られる顔っていうのをデータができるようになるわけでゃんだからそのレイヤー構造って呼んでんだけど普段の何もないレイヤー要は原画なの俺らが生きてる世界っていうのはそこに絵を塗り重ねることができるの 今日映像違ういつもと。何が違うんよくないってことそうそう笑え男笑え男そう。なんか高架機動隊はねネットあの黎明期にあんだけのことやってたのすごいよね。四郎政宗っていう人がどれだけ天才かっていうのが分かるでしょ。完全にネットの未来読んでたんだ。だスタンドアローンコンプレックスなんかすごいよね。 つながればつながるほど人間が孤独になっていくっていうこと概念をもうは要は精神面まで思想まで読み合ってたわけじゃんネットで人がつながればつながるほど孤独になっていくってあチップはもう50万人は埋め込んでるって言われてるただね俺はね別にチップ埋め込まなくていいじゃんっていう財布にスマホにピッてやればいいじゃんって思ってるからあれはあんま現実的ではないよね あれはね、もともとはアメリカの軍人がやってんの。あの、アメリカの軍隊に入ってきた必ず入れられてたあのね、007の映画見るとわかるよ。ハリウッドの映画は結構そういう最新技術のことをネタに取り入れたりするから。もう、だから50万人って言われてるけど、一般人じゃなくて軍人だよ、あれは。アメリカの兵隊さんはもう全員入ってる。そうそう、個別の11人っていうのはネトウヨだよね。そう。いや、こういう狂った奴らが出てくるよっていう。 うん、入れてたけどだって使う端末がないじゃんだからあれはネタ、うん、あれは要はドックタグって言うんだけど要は死んだ時に身元が分からなくなるからネックレスに「ブラッドタイプなんとか「名前何?」「アームストロング中将」とか書いてたわけじゃんあれ新しいドックタグなのでもこ,こ,ここさえあったらさあこいつピッてやったらわかるわけじゃんうん でもさ俺思うんだけどさたまにおしゃれでドッグタグつけてる人いるけどドッグタグって軍人さんって2枚つけるのプレートあれなんで1枚しかつけないんだろうドッグタグって2枚つけてでその本人がつけとくやつとその死体を確認した人が取ってこの人死んだよっていう証明なのよ そうドックタグ2枚付けが基本だよねそう意味分かってないんだよドックタグ1枚しか付けてない人がいるのあれ2枚付けるんだよ全く同じのねえそうだよねそう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 流行る昔なんか付けてる人多かったよね 知らないの。犬がもともとつけてたタグだから首輪に書いてあるでよポッチって。 ああそうだ意外とね昨日ねどれさんか光くんだったけど弾どうななんすかみたたいな感じだったねほらなんか光くんがプッシュ終わっちゃったんで「弾寛塾受かったら面白そうっすね」みたいなこと言ってて今日なんだよ今からなんだよね誰が受かるかね <laughs> これ弾寛塾エントリー資料 誰が受かえるかるだよねもう超楽しみなんだけど今日行ってきますよダンカンさんとある北郷さんと会いにもう裏方頑張りますんでドキドキするよねいや結構ねみんなねあのね本当にごめんね言えないんだけどみんなね今日今日決まるあのねとんでもないことになるかもしんないみんなの想像のね3倍ぐらい超える 今すっごいい面白いあのね番組の内容とかじゃなくて規模がでかくなる可能性があるからこれね段冠塾エントリー一生懸命よかったって多分なるようまくいったらとんでもない流れになってるから今もうこれが悔しいんだよな喋れないんだよなもうみんなチャンネル登録しといてね YouTube 今日決まる今日決まるすごい面白くなるよヒント 言えない <laughs> だからねヒントがないあのおみんなで盛り上げてすっごい楽しいもうね多分ね配信者ねあ「あの時チャンス逃した出れ,ればよかった」っていう流れになると思うで第2弾とかもう出たい出たいの流れになると思うよ俺の予想 で多分ユーチューバー編とか第2期はユーチューバー編とかどん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 メディアミックスが始まってくると思う。一般第3部は一般人編とか。これはね、あのね正直ダンカン塾に受かったら受かったら人生変わる可能性があるえ。じゃあヒント1個だけ言おうか。もういくつもあるんだけど1個だけ言うね。えっ、ー、と、ダンカンさんは今、 オフィス来たのの専務になりましたはい。これで想像してくださいこれがどういうことなのか専務っていうのはまあ会社経営してる人だったらわかるけど決裁権っていうのを持ってるの要は普通のサラリーマンとかタレントさんとかだと会社の決定っていうのはできないわけですよ、うん、ダンカンさん専務なんです今 つまり会社の決定権ダンカンさんがこれやるよっつったら会社が動かせる立場にいるわけこれがどういうことか分かるうんこれは結構すごいこなでそのオフィス来たのの専務と直接やり取りができるっていうことはどういうことなのかっていうことようんこれくらいで勘弁してくださいでも結構だってみんなさよくよく考えてよ よよくよく考えてオフィス北野と TN ゴーンの2人がやるってどういうことよある北郷さんは TN ゴーン側なのたけしさん側なのたけし軍団オフィス北野側とこうなってるってどういうことかっていうことよ。うん、でたけしさんも把握してますよ今回の企画。そこがすごい。 あとはどれだけこういい番組作れるか5人です受かるのは5人だからこの5人はドリームチケットだよ本当に誰が受かるかねうん いい LINE 電話かけてきていつでもこれはねあのもう自分の教えなまる生主バンバンプッシュしていかないといや世界の北野の動きも入ってくるわけですよやっぱりやっぱりたけしさんの付き人の人だからこうリアルな話がいっぱい聞けるのが面白いどうもですおはようございます源ちゃんおはようございます、うん、よろしくお願いしますよろしくです うん、いや、すごそうですね、世界のたけしさんの、面白いで、ね、いという雰囲気がちょっとしてきたという、うん、あの、えー、まあまあ、あの,あの楽しみにしております。自分も確かチャンネル登録もしていると思うので、あ、本当ですか、<う>ある北郷さんっていう、はい、ある北郷さんの YouTube チャンネル1個しかないんで、ああ、そうですあちょっと待ってください、はい、あ分かるように、ある北郷さんですね、分かりました。はい いやー、それそれでですね、自分の方もちょっと面白いことがありました。はいはいはい、はい、えー、えー、まあ、えー、ビヨンセさんご存知ですか、ね。おもちろんですの。はい。ビヨンセさんと、うんえー、一緒にあのそのキーボードで参加されてた方だったり、うん。うん、あとあのー、えっ、ー、と何ですか、えー、ジェニファーロペスさん。はい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 、はい、有名な俳優さん、トップ俳優さんの、はい、アメリカの。 なんですけど、その方にボイストレーニングをされてる方とあのー、この間あの一緒に音楽撮影いただいた。ええー、いいですね。活躍してますね。<laughs> いやいやいやありがとうございます。ちょっと、ね、その方がピアノ弾かれてそれ歌われてそれで自分が一緒に歌わせていただいて、うん、結構お客さんにも喜んでいただいたっていう、うん、まあグラミー賞ねのあのグラミー賞を受賞されて有名な方のジョンフルフルカーっていうあの黒人さんなんですけど。<ー> ちょっとコラボさせていただいたということは、ね、はいはいはい、はい、ちょっと変わったことかなと思ってちょっとあの喋、うん、ってみたって,てみましたなるほど。<の>うん、もう一つねちょっと変わったことでねあの、うん、えと政治家のえっ、ー、と、えー、理あの副副議長さん国会のね。

こ、えー、んなあとはあの、まあまあ、前言ってた通り、スペイン料理屋さんでね、毎日歌わせていただいてて、あのそれもちょっと変わった出会いであの、キューバからの亡命されてきた方、キューバ独裁国、えー、独裁国家なので、そこから亡命されてきた方がピアノを弾いてて、それに合わせて、俺らスペイン語の曲とか歌ってるっていう、そういう、えー、スペイン料理屋さん。 え、そこ何県なんですか場所は言えないんですか放送とかでもしてて大丈夫ですよ。会津の会津若松の福島県の会津若松の会津バルというスペイン料理屋さんの方で<ー>ほまあ,あの、ほとんど毎日、えー、木金土日、えー、木金土日ですね、うん、とあの毎週たってますのでもし デジバルさんの方でスペイン料理屋さんの方で歌ってますので、よろしくね。ね活動頑張ってください。はい、僕も頑張るんだ。お互い頑張りましょう。ありがとうございます。はい、<ん> <laughs> じゃ、まあ、そんな感じで、あの、まあ、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。い,ますいいね。なんか、源ちゃん絶好調だね。いいよね。なんか、周りがこう。夢追いかけてて。周りの調子のいい話はテンション上がるよね。<laughs> いいねなんかスペイン料理屋さんでピアノマンやってるんでしょかっこいいよねいや誰が受かるかだよな本当においユウさんいらっしゃいとんでもないげんちゃんいつもかけてきて、うん、もうねやっぱ周りが調子いいと自分も調子いい周り調子のいい人とねやっぱ組んでいきたいっていうか 周りが幸せな人と組んでいきたい幸せは伝染するからねいいんだよ和道リスナーで服のブランドオーナーがいたら和道モデルになってよって言ってデザイナーさんとかね美容師やってる人で和道,和道の専属美容師やりたいっていう人今空いてますよポジション頼むよ 世界,の和道世界の和道の専属ヘアカットやりたい人いたらあのよろしくお願いしますスペイン語ってかっこいいよねいやー世界の北野のだからね本当にどうなるんだろうか のんちゃんが昨日マッサージしてくれたから筋肉痛程よいぐらいだな動ける動けるスタミナをどれだけ上げられるかなんだよなもうここまで来たら死ぬ気でやりますからリングの上は期待してよバッチバチ殴り合うから。 ベンジョさん汚ねえよほんと2分2ラウンドで4分間しか戦わないのにさ1ラウンドで3回ダウンしろって言ってんだよ殴り合いさせる気満々だよみーすけおはよういやもうね最後は腹くくれるかな最後は腹くくってもうスタミナまあスタミナもう全てなんだけど最後の最後に必要なのはもう決めるかどうか でもファイターがよく言うんだけどもう殺される覚悟っていう殺す覚悟と殺される覚悟っていう死にアしないよ死にアしないけどねやっぱ大の大人が殴り合うっていうのは結局腹くくんないとダメよで結局気持ちが座ってた方が勝つんだよ心・真偽タなんだよね心を鍛えてるからね配信者はここで持ってるか持ってないかが分かるんだよ 去年とは,違う俺は、うん、そうそうそう普段はもう練習のひたすら積み重ね反復だけどね結局ね用意ドンで走る時はねもう最後関係ないの持ってるもの全部使って考えてる時間なんかないいや天才だよ井上さんは最短で3階級制覇でしょあの軽量級っていうウェル,ウェルター級だっけ取ったの いやー、とんでもないパンチ力だからね。3分間だから、簡単だよ。部屋、バンタムか。部屋の中で3分間、こう、ステップ、まず縄跳びみたいにこう、動いて、こう、横に動いたり、縦に動いたり、ずっと止まらないで、こう、こう、もうずっとこうやって、こう、こうやって3分間動いてこないよ。全力で。ただそれだけだよ。で、プラス、相手から攻撃が来るっていう。 だからそのなんていうの自分が動くだけだと半分の力でいいの。こう体力もコントロールできるけど相手が攻撃してくるから不意,不意の動きが入ってくるわけじゃん。でボディもらったらダメージでそう疲れてるぜい言ってるところにバシバシダメージがくるわけだから半端じゃないよねやっぱ3分間って。全力疾走より辛いもんね。 だからみんな肩の力抜け肩の力抜けリラックスしろって言うのよオンオフそのもうこ,この辺まで脱力しきってバンってこうインパクトっていうのそのダンってこうみんなやってる上手い人ほどリラックスしてるよね <laughs> 10年間無敗のチャンピオン1ラウンド KO とか意味わかんないよね <laughs> あそうだよ もうほんとメンタルの削り合いだからこれはね配信はやってみないと分かんないと思うようんやってみないと分かんないそうだねあと9万5500円で半分だねまああと3日あるから大丈夫でしょう <laughs> うちのリスナーさんはね大丈夫だよあと3日で50万バーンってこうワードンっつって100万いきたいんだろうつってお前がいきたいんだったら俺は応援するよっつって 大丈夫だよ男気男気100万円花火が来るから <laughs> おはよう矢野ラッキー大丈夫大丈夫和道リスナーをなめちゃいけない世界の和道だからおはよう今回初参加半分ぐらいそうだね半分以上3割ぐらいが古いメンバーな光くんなぼう ひかるくんなあぼう俺てるあー4割ぐらいか光かくんなあぼう俺てるか光かくんとなーぼうと俺とてあみやびくんうんナーバスになってんじゃないのわかんないけど人による 白影さん俺はいつも言ってるんだけど金が稼ぎたたいんだっっっら働けてて言ってるもう本当に金が欲しい有名になりたいのこの2つでは配信やるのは無理配信好きだからやってる喋るのが好きだからやってる表現が好きだからやってるあのね今はほら可愛がってもらってるからいいよ閲覧も100人以上あるからいいよだけど俺はもうどかそうだったりとか3年間食えない授業を経験してもやめなかったから最近の,リスあの配信者甘いよ ちょっと可愛かったらちょっとねおっぱいでかかったらお小遣いもらえるんだから俺らなんかもうどんだけ体張っても金なんかもらえなかったよプライドあるよ俺はっていうかねあの本当に難しい時代になってきたこれね光くんときの焼き肉食いながら話したんだけどぶっちゃけた話リスナーも投げるのに飽きてるよねっていう話になったの。 昨日の議題ドレさんと俺とるくんとリスナーさんに焼き肉をおごってもらって最初は桃珍しいからいわーいってやってるけどあれって飽きてきたなってなるじゃんただでも見れるしっていうだからこれからの多分ふわっちは本当にあの好きな人しか投げないよねっていう話になった本当にこの人の番組応援するんだとか本当に実力がある要は気分で投げなくなってきたっていううんでしょ 気分のテンンションとかホススト遊びみたいいいなな感覚はもうリスナーさんにないっていう本当に私がこの番組支えるんだあのスポンサーなんだこの人の活動を応援するんだって思わせるような人じゃないと無理だっていう要はあのリスナーさんのレベルが上がったよねっていうもの珍しかったから投げてる部分っていうのはあったよねっていうなんかこれからが多分配信者の実力が出やすいと思うよ。 エロサイトだよ本当になん,か、うん、なんかソフト風俗サイトみたいなうんそう好きな人に投げるっていう時代になると思うよとりあえず付き合いで投げるっていうのはなくなると思う、うん、慣れって怖いっつうかまあ俺らは怖いよやっぱりだドれさんとかと光くんとも話すけどやっぱ将来のこと話すもんね真剣に話すよ うんうん、俺ら30だねとかドルさんどうだねとかでしょうでしょ花火投げてたリアクションが面白くて投げてたでしょでもそれが通用しなくなってきたでしょ本来だから金杯さんのリアクションするべきじゃないっていうのは長期で見てるから正しいんだよそうそうそうファンの獲得その通り白影さんそうこの人のこと支えたいなこの人好きだなっていう人間力の勝負になってくの 本当のファンがいないいななと成り立たないよだからまあいいことなんだよ腕を磨かなきゃってなるわけだから俺ら配信者が面白い良質なコンテンツその体張ったりもそうだけど面白いネタ作ったりもしくは面白い番組を作ったり、まあ、ラジオに徹する人は勉強をしたりもう当たり前なんだからプロなんだから喋りが上手くないとダメなんだよ 素人みたいなたどたどしい喋り方聞いててさリスナーがさかわいいかわいいって追っかけてでアイテム投げて一発やらせろってことなんだからそれはうんいや話す話す全然ああま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 あ僕はもうスタイル変えてないですからあの喋りで食っていきたいっていうのがもうずーっと昔から別に自分が配信者だっていうふうに思ってない俺は別に喋りで飯が食えたら何でもいいと思ってたからただ俺にはそのきっかけがなかったのね だから今の時代無料でできるわけだからあの力つけようっていうだからテレビとか雑誌とか新聞とかそういう、ね、メディアっていうものには興味があったからやっとそこがねあのいろんな人に力を貸していただいて勉強させてもらえるようになってだからね団丸塾っていうのもありがとう延長代ありがとう、うん、カオスありがとうねだからそういうふうにどんどんステップアップしていきたいなとは思ってるここはだからホームでもあるけど俺の稽古場なんだよね稽古場 うん、うん、あとはあれだよ面白いことを言う人になっても意味がないと思ってて面白いことを考える人面白いことを言う人じゃなくて面白い人になりたいね、うん、面白い人は何喋っても面白いから面白いことを言う人はねそうことを作らないといけないしやっぱフェイクなんだよね面白い人になりたい俺は。 それはいつもうーん2年目ぐらいからずーっと話してることだねうん面白いことを考えてるうちは二流だなーっていう、うん、派手なことやろうっていうだけになっちゃうからね面白い人はねやっぱ何喋っても面白いんだよね誰が言ってるかなんだよねやっぱりうーんそうだからね気づいたのんよく言うじゃん喋りが上手いから売れるわけじゃないんだよって みんなはしゃべりがうまいから売れてると思ってるけど違うの要はねあのー、どういう人になるかなんだよねキャラクタービジネスのだからキャラが尖ってる人の方が売れやすい喋り下手な人いっぱいいるんだよ金梅さんなんか喋り下手でも売れてるでしょあのかそなましどころじゃない絶望的に下手だよ金梅さんのトークはそうそうそう本当の意味なのはお笑い芸人ってわけじゃなくて芸事の人だよだら俺らは地獄に落ちるんだよ <laughs> ものこ,これで食ってんだから地獄に天国にはいけないですよ僕らは、うん、まあねでもマナーとルールさえ守っていけばまあ毒も薬になるんじゃねえかなって思ってるよ <laughs> 俺サプリはニューカマーになると思う別に嫌をつけなくていいんだよそんな堂々と嫌いいんだよサプリだってうちのリスナーなんだからうんもうバンバン言いたいこと言えここではバンバン俺が許すからここは言論の自由言いたいこと言おうん、派遣してもらえることをしてくれない境界線どんなことにあると思うああ簡単 要は、えー、とどんだけ人が集まってても俺アマチュアじゃんって思ってるもん七原くん見ててうん、面白いよ七原くんはでも俺からすると草野球とプロ野球一緒にすんじゃねえよっていう草野球の大天才なのは認めるよ甲子園の大天才なのは認めるよ七原くんが金もらってるプレッシャーはやっぱ違うよ中堅どころだけどスター選手ではないかもしれないけど こっっっちは銭もらててやってんだよ、うん、だから責任の取り方が違うのルール無用でやっちゃいけない,い,けないんだよわかる守るものがあるからもうだから遊びでやってない俺は遊びでやってないそんな何でもかんでもやってよくて面白いことできるんだったら誰だってできるよ まあ,まあまあ誰だってってわけじゃないけどセンスがいるけどまあそれで面白いことやるのなんか配信者なんか当たり前じゃんルールの中でどれだけ面白いことできるのかっていう勝負なんじゃないの全然引け目ないよ七原くんとかにこっちは金もらってやってんだっていうでまあまあまあ課金してもらえることとしてくれない人の差っていうのはやっぱりその重いじゃないのうん やっぱりお金って大事なものだからみんながうまいものを食えるわけですよああ和達さん焼肉あみんな和達さんねえっ、ー、とね昨日焼肉すごい高級な焼肉を奢っていただいてすごくいい人でした和達さんありがとうございます和達さんからいい飯あのー、練習の後焼肉連れて行っていただいてありがとうございました和達さんごちそうさまですタクシー代まで出していただいてすごいいい人だったよ うん,うーんいいんだよ何か足んなくて、うん、期待すんじゃねえよ、うん、いいんだよこっちはこっちで楽しくやってんだからいいぞヌルヌル動くのもビーンさんここにはここの良さがあるんだよ、うん、ハードロックだけが音楽じゃないでしょ、うん、ここはいいよ肩の力抜いて何でも喋れるから 俺は今こういういやり方が好きなのよ人数が多くてわちゃわちゃしてる子供たちが集まってる枠よりも大人が集まってねこう渋い感じであーそこいいなって大人になったらあいつらもわかるからわかるうんラウンジバーだから居酒屋じゃねえんだよって客選んでんだから「ワタミに行け」と「ワタミはいっぱいあるんだろ」ってスカイラウンジだからここは。 <laughs> うん、なんでいい男風なの分かんないいい女がいっぱいいるからでしょ、うん、ね、うん、俺も乗ってるからっつって,って <laughs> いやワタミに行けでしょ、うん、早えよってうち会員制だよってラウンジだから和道ラウンジだからかかってる音楽が違うんだよ履いてる靴が違うんだよ俺らは 経営者しか集まんないよ、うん、上級国民の集いだからねいいなよもうガキみたいなのはもうダサいじゃんわちゃわちゃわちゃしててもうおっさんだからこっからはね渋くいくよダンディーにマックいく <laughs> 大丈夫だよ 美味しい水出しのアイスコーヒー用意しとくよ今何時だ10時44分もう何時だっけ集合 <laughs> そろそろメール入るなちょっと待ってもうそろそろ家出てくださいって言われる何時集合だっけな昼っつってたっけ えーと今日はふわっちっていうか配信は5年目でふわっちは2年やってますね僕はうん柔らかく動きたいっすねアマチュアなんでやっぱ辰彦とかねどれさん強いから固くなっちゃうんだよね和つさんね気が張る強い人とやるとやっぱこわばるんだよね体が。 わかるでしょ白帯が黒帯とやってんのと一緒だから、うん、ダンカン職ミーティングじゃない撮影だよ今日はミーティングはもうずっと重ねてきて今日は撮影な簡単に言うとダンカンさんとある北郷さんが「えー、それでは、えー、合格者の発表をします」っていう VTR を取りに行く日エントリーナンバー何万っていうそう撮影なの今日は。 ここにあるよダンカン族のエントリー社の資料が「うん、ダンカン族エントリー」この人たちの中から選ばれるどういう雰囲気かわかんないよ、うん、それはね演者の能力だからね逆に勉強しないとね テレビととかかか舞台とか出まくってるから生放送じゃない今日はあの結果発表は YouTube の動画であ撮影配信じゃないよ書類審査そういうこと書類審査えっ、ー、とね順番は順番えっ、ー、とねちょっと待って、えっと、まず書類,書類審査が第一選考でこっから選ばれた人が えと生放送で面接でその場で無茶振りで無茶振りを自枠でやるで、えー、とその後もう一回結果発表でその選ばれた5人っていうのが段冠熟成で番組スタート OK 何 OK だからみんなが本番だと思ってるのは実は予選なの。 審査だから運を持ってるからねでもねこれ配信者がねプロフィールみんな雑なのよでこの人すごいなっていう人は1人だけいる慣れてるっていうねるさん超丁寧僕は今までこういうことをやってきてこうでこうでこういうことをやってますでこうでこうでこう,こういう肩書きでこういうふうにやってます宣材写真もちゃんと綺麗に撮ってるねるさん ネルさんだけ、うん、この中身は見せらんないけど潜在写真を使うね <laughs> もうねるさんはやっぱ企業案件に慣れてる公式から仕事来るっていうのはよくわかる正確じゃない慣れてるの公式の仕事要はあのお金もらう仕事っていうみんなひどいよ本当にありがとうございますわだっちさんから花火いただきましたありがとうございますうん 腹立つのがさいやちょっとあれなんだけどさ誰とは言わないけどあのすごいプロフィール欄とかもあって面白いんだよ「わたち財罰だー!」っつってねわたちさんお金持ちだかんねいやこれはさすがだよやっぱり要はプロでやってる人とアマチュアでやってる人っておなんだ あ、電気代払わないと。<laughs> で、えっ、ー、と、電気代。<laughs> ごめんなさい。い、い、いくらですか。ね、はい。り両,両方で七千円で。7, あ、今。はい、今払います。はい あれあ、領収書領収書ガス代花火ください <laughs> 7000円分花火ください7000円分 <laughs> 花火14発よいしょなんだろうねなんか東京ガスがなんか始めてるんだね電気の授業ね開放いやいやいや別にだからそういうのはね配信外で教えてあげるよプロフィールとかいしゃがれしゃ 半分経費だね。ターミネーターいらっしゃい。うん、払うの忘れてるっつうかね、払わないの癖なんだよ、ね、もうこいつ払わねえから取り立てに来ないとってみんな分かってるって。<laughs> またお前か状態ミュートしないよ。いいなよ。もう全部垂れ流してなんぼなんだから。 貧乏な時は貧乏な時金が回ってる時は回ってる時全部エンターテインメントだから。取り立て取り立て。うん、NHK ばっくれてんの。うん、払ってないの、そうそうそう、うん。東京電力じゃない、ガスよ、今日の支払い。2ヶ月で7000いくらだって。まあ普通じゃないの。2ヶ月でそんくらいだったら、風呂結構入る方だし。 ガス使うのお湯だけだねこんなもんでしょ <laughs> ダメだよねちゃんと払う癖つけないとねもう一人暮らしのプータロー生活が長いからさ、うん、いい大人がさ30過ぎてこれだからね恥ずかしいよね本当にまあまあまあ 風呂はね風呂入らないのはよくないからマナーだからね周りの人が「プー郎もいや俺10ね15歳からバイトやって1617ぐらいにはもう1人暮らしずっとやってたなで金なくなって家賃払えなくなったら追い出されたら実家に戻るみたいな <laughs> 友達のところ居候したりとかホームレスやったりとかプー太郎だよ風天だよ風天」 いいんだよまともな生き方してねえんだからあ、安いね、うん、湯船は無理だよプリンセスガーデンの湯船見る悲しくなってくるよ本当に俺の家プリンセスガーデンって呼ばれてんだけどすごいよねお姫様の庭だかんねプリンセスガーデンのお風呂すごいよ本当 ほんとこ,こんなだよこんなん体育座りで入って、うん、無理やり乗りこと入る時あるけど <laughs> なんか瓶詰めのピクルスみたいな <laughs> 夢が壊れる、うん、夢壊れるんだひどいよもうほんとぎゅうぎゅう詰めだからいやだからね俺ほら 家はさ一軒家だったからずっと子供の頃やっぱ風呂はね湯船でかいの憧れるんだよねうん湯船入らないダメだよね日本人はねあそっかそっか北海道はそうだよねあプロパンかうーんいやープリンセスガーデンすごいよ本当にのんちゃんは寝てるよ聞かなくても分かるでしょ <laughs> のりこノリコが寝てない日はないそこで寝てるよ いやなんかさギターでこの前オリジナルソングやったてた時にさのんちゃんがうなされてて何かあったって悪い夢見たのってったね。なんかねずっと和藤さんがねドレさんの歌歌ってた夢の中でってそれ夢じゃないって <laughs> なんかね学園祭でね和藤さんがずっとねギター持って歌ってる夢を見たのって何でうなされるんだよ <laughs> 失礼だろ 人の歌でうなされるんじゃないよ悪夢かよ <laughs> <laughs> もうそろそろ出ないとダメかな早めに移動した方がいいよね分かんない早めに行ってタバコでも吸ってようかな早めに行こうかいやでもね今日ね運動して ね、寝坊するかなと思ったんだけど夜中の2時ぐらいに寝て朝のね8時ぐらいに起きたから健康的だよねタバコ忘れるのも最悪だよねタバコと共に生きてきてるから俺の体のね多分2%ぐらいタバコの煙でできてるあそう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 みんなさガンダム好きな人この中でアベマ t v でガンダム オリジンっていうのを見たんだけど1話見てすっごいかっこいいねガンダムシャーアズナブルなんかすげえ面白くてパッて「あガンダムかな」と思って見たらなんかとんでもないかねお坊ちゃんがずーっとねなんかもう土地狂ったことばっかり言ってんの「うわあ」とか言ってて「父さん」とか言って。 なんだこれとか思って「何こ,こいつ?」っつったらのんちゃんがね「これはねザビ家のボンボンだよ」とか言って「のんちゃん詳しいよ」後ろからね「ザビ家のボンボンでねこいつは使えないんだよ和道さん」とか言って「お前知ってるのか?」って面白いのなんかなんかねげなんかこうシャーもかっこいいしでなんかねタバコの銘柄は僕はアメリカンスピリットのメンソールライトねそうで最新版だからかっこいいのよ2015年なんかね シャーとかがパチッ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 パチバーッとかやってボタンを押してうー,ーんとか言って宇宙空間の風がなびいたりしてんだよ服でお前宇宙空間で空気なんでこんな風なびくんだみたいな描写がかっこいいのそうそう映画見に行くよあガンダムって面白いんだなうんん 今なあれな,んなの映画はののねファーストガンダム面白いっていうよねファーストのリメイクなんだあれはいやガンダムハマりそううんんかシャアがかっこいいのシャアが赤い彗星ファーストていうか俺ガンダムはずっと見たことなくて初めて見たのが「ノンちさん何かある?」っつって「鉄血のオルフェンズ」っていうのを見た「鉄火弾」ってやつ。 でまあまあまあ,、まあうん、まあまあまあこんな感じかみたいなう大したことねえなと思ってたの正直やっぱエヴァンゲリオン党だからなんだよお前ダンダムっつっても大したことねえじゃねえかよみたいな何が鉄火なんだよとか思ってたんだけどファーストは面白いななんかねいいのセリフ回しとかんつの喜劇なんつの,んつうのこうなんか過剰演出がかっこいいのうん いいねファースト <laughs>、うん、おすすめガンダムザオリジンちょっと見に行こうって言ってんの映画でガンダムの話長くなるかもしれないからみんなもガンダムチェックしといてよガンダムで盛り上がろうぜそのうちこの部屋中ガンプラだらけになるよ あなんかもうちょい4時間やりてえなー配信な配信まだ2時間だと不完全燃焼だなせっかく面白くなってきたのになこれがあるからねもうもうちょいやるか長いって言うよねあれはなんだ結局宇宙戦争でしょ地球軍と宇宙の独立軍との戦いの話でしょ ガンダム勉強するわなんかねガンダムもシリーズいっぱいあってよく分かんないよねもう。 あ昨日のね、えー、と昨日のあのスパーリングのやつ YouTube アップロードしたからもう見れるね YouTube 見れますねうん、OKOK、okay, okay、昨日のスパーリング僕また撮影舞台やってきたんで見れますね,というねもし興味ある人は YouTube もチャンネル登録してもらえれば高画質でアップロードしてあるんで これあの高画質でドレさんとか達彦とかの動き見たい人は是非見てくださいすごかったよ結構迫力あるよコーナーサイドで迫力あるでしょ見て見て全部上がってるからうんやっぱ格闘技カメラがねあのリスナーさんからもらったカメラで あの90度、もうリングの端から端まで撮れるからこれは見応えあるでしょう。これはね、えっ、ー、と1時間半ある。では、どれさんの撮影とは別角度から映像で撮ってるから、シャドーボクシングから全部練習風景、全部あるかな。うん さんっていう人のジムでここのジム良かったよすごいこ、うん、このジム良かったいっちゃん風船ありがとういっちゃん風船ありがとう細かく見れるよねあとやっぱ画質がいいとテンション上がるよねやっぱ配信は画質低いからどうしても 格闘技とかスポーツとか見るときはやっぱり画質いい方がいいよねうせありがとねいっちゃん、うん、えー、歯医者さんなのなの大丈夫歯大事だよ、うん、ケンシロウがいるケンシロウが54歳のケンシロウ タワー浴びてる時間ねえな、うん、まあ YouTube もチャンネル登録 Twitter も是非ねよろしくお願いします。 えなにこれ面白いの始まってるふわっちチップスって発売されんの何これえ面白くないふわっちチップスえこれモデルやりたいんだけどオリジナルのポテトチップスの生産おおすごいじゃんいいじゃんふわっちオリジナルのポテトチップスふわっちチップスカード付きえこれ応募しようよえこれみんな押してえこれ面白くない うわチップスカード付きだって、えー、と本イベントをエントリーにしてモデルとして選出されたモデルユーザーはカードに印刷される画像及び情報を当社に対して提出する,するもの画像準処分をかつ権利、えー、知的財産権を含むはモデルユーザーは帰属するただしモデルユーザーは当社に対して提出利用サービスプロトェクライセンスを無償で提供することをあらかじめ同意する ケースカードを第三者に規則する場合モデルユーザー第三者ライセンスはいはいはいえー、っとちょうどね写真撮ったからね撮ってもらった写真で送ろうかこれやっておくわえ薄塩とさ濃塩とコンソメどれにするみんな何派みんな書いて薄し最後に薄塩コンソメ濃塩どれにしようで 合計60名がファイナルステージだってで各男女それぞれ10名モデルとして選出だってうなちゃんマンでしょ KP でしょ KP うんのりしようかなそれじゃあ皆さんありがとうございましたお疲れ様でーす